ボナペティートが良かった。そうなんですよ。その花の話をさせてもらおうかな。ちょっとメアちゃんのとこから画像をもらってこよう。今日はカグラメアの誕生日ですよ。メア。メア。あのですね、これも先週かなに、この、ボナペティート S という、ブレンド S のオープニングだったかなをね、なんとね、歌わさせていただいたんですよ。メアちゃんからお誘いをいただきまして、歌わさせていただいたんですが、その時に、メンバーが、ウイとメアちゃんとアリスちゃんですって言われて、なんだそのメンツと思って、あまりになんか、なんだそのメンツすぎて面白くて、お引き受けしました。どっからどうなってそうなったんだっていう。あ、ちなみにもののべのアリスさんは私、ここで初めましてでしたね。いや、もうめちゃくちゃ可愛かった。もともとアリスさんとメアちゃんは面識があって、何回かコラボとか、ライブとかに一緒に出ているのかな？そうそうそう。そこに、ユリに挟まるおじさんみたいな感じで、介入させていただいたんですが。いや、めっちゃ可愛いよね。そう、ブレンド S のね、主人公の子がね、私みたいな、髪飾りをしているんですよ、確か。だからこの配役なのかなと、ちょっと思っている。そう、ポンポンつけてたはずなんだよな、確か。そう、ね、難しかったな。でもこれ歌って思ったけどね、しぐれういはね、メロディーよりもハモリの方が好きだわ。このハモリっていうのは、みんなで一緒に歌ってる方じゃなくて、音階ずらす方のハモリがね、歌うの好きだわと思いました。そう、私は、なんだろう、合唱とかだと、アルトとかになんかなることが多くてですね、ハモることが多かったんで、ハモる方が好きだわって、ハモリを取りながら思っていました。ド S 担当だから、あそういう設定もありましたね。そう、この元々のブレンド S っていう作品がですね、カフェの話なんですけれども、コンセプトカフェみたいな感じで、それぞれの店員にキャラ付けが、キャラ属性があって、そう。で、主人公の子がド S っていう担当だった気がする。私別に S じゃないですけどね。別に S じゃないですけどね。